どうもカディラ鈴木です。今日は2年間イスラム教徒の人たちと生活してみた。はい、ということで前々回の動画を見ていただいた方はご存知だと思うんですけど、現在サウジアラビアに4ヶ月間滞在しているので、ちょっと2年間っていうと計算が合わないと思うんですけど、その前にオーストラリアに2年間滞在していて、その1年半をアラビア地域の人たちと生活していたりだとか、あとは一緒に旅行に行ったりとかして、もろもろでトータル2年間ぐらい一緒に生活してきているので、そのイスラム教徒の人たちについてちょっと説明をしていこうかなと思います。日本人のイスラム教徒のイメージが結構悪いイメージが多いんじゃないかなと思っていて、私自身もイスラム教徒の人たちと出会う前は、なんか宗教っていうワードだけでもちょっとえってなったりしますし、あとはイスラム教徒なんて特になんか戦争だとか IS とかそういうちょっと怖いイメージがあったので、ぜひちょっとより皆さんに実際にイスラム教徒の人たちと生活した私からのその視点というの意見などをちょっと共有できればいいかなと思います。で、なぜその日本人のイスラム教徒へのイメージが悪いのかっていうところなんですけど、私はそのメディアとかニュースがそういう悪いイメージをつける原因なんじゃないかなとは思います。日本でよく見るその中東系のニュースって基本的にもう戦争とか、あとはまあオイル関係のその値段の上がり下がりとかもありますけど、そういうのが多いかなと思います。で、他にも私が見てすごくショックだったのは、いつだったか忘れちゃったんですけど、あの川崎で起きた首切り事件があった時に、なんか一つのメディアがその首を切る殺し方からなんかちょっとイスラム国的なあの事件が起きたっていうあの表現をしてたんですね。で、川崎があのイスラム国とかけて川崎国と呼ばれたりとか、あのそういう表現の仕方がちょっとより全員のムスリムがそういう悪いことをしてるわけじゃなくて、一部の人がそういうことをしてて、なおかつその川崎であった事件はイスラムと何の関係もないのに、もう首を切る事件なんて世界でいくらでも起こっているのに、そこでイスラムとかけるっていうのがもう本当にショックで、より日本人の、あのイスラムへのイメージが悪くなるなと思ったので、そういうのも兼ねてかなりイメージが悪いのかなとは思います。なのでそれは日本人個人個人の考え方が悪いんじゃなくて、それをコントロールするような、それを伝える側の人間メディアの問題があるかなと思うので、実際現地で感じて触れ合っている私から皆さんにイスラム教徒についてお話ししたいと思います。では行きましょう。まずですね、ムスリムには6つの重要な要素というものがございまして、一つ目は寛大さ。寛大さはまあ人を許すことですね。その例えばイスラム教徒の人って結構みんなファミリー感があって、あのすごい近い感じなんで喧嘩も結構多いんですけど、まあ、それで仲直りすることも多いっていうことがあります。あとはお客さんを招いた時とか、もう全然冷蔵庫とか人ん家の冷蔵庫ガンガン開けちゃうしみたいな、もう人のもの勝手に使っちゃうし、なんなら人の服勝手に着てたりとかして、え、それ私の帽子じゃねっていうこととかもあったりして、かなりまあ寛大っていうのがもう一般的っていうのはあります。2つ目、契約を成立させる。これは決めた約束はしっかり守るということですね。例えば私がバリ島に行きたいとか、そういう旅行の話をした時に、もう実際にサウジからバリ島に来てくれたりとか、そういう一緒に旅行に行ったりとかもできたので、まあ、例えばそういうような約束を必ず守るっていうような感じですね。3つ目、勇気ですね。見て見ぬふりをしないっていう、ちゃんと見たものを言う勇気を持ってっていうんですかね。例えば友達同士で喧嘩が起こってる、でも自分は関係ない、でもそれを見て見ぬふりをしないし、聞いて聞かぬふりをしないで、そこを間持って仲直りさせようとしたりとか、そういう勇気を持って話したりとか、行動力もそうですよね。決めた約束を守るっていうのも、それも勇気の一つかなとは思います。はい、続きまして4つ目、自己への誇りですね。アラビア語で実際にある言葉なんですけど、アハテルムナフシクっていう言葉があって、
あなた自身を尊敬しないと人のことを尊敬することはできませんよっていう言葉の意味が含まれている言葉なんですけど、友人を尊重したりだとか、女性の意見を尊敬したりとか尊重したり助けたりするっていうのも、彼らのモットーではあります。5つ目、慎重なっていう、慎重にっていうものがあって、私はあんまりこれをムスリムの人からあんまり感じたことはないですね。どちらかというと大胆さの方がかなり強いかなと思います6つ目、プライド。まあプライド、まあこれは自己の誇りなんですけど、かなり自分に自信を持ってる、なんか理由のない自信がしっかりあって、やるときはやるし堂々としてるなっていうのはあります。はい。あとまあ他にも忍耐力とかも重要で、かなり我慢強い人たちもいるかなとは思います。あと他にもお金をよく使うことが多いかなと思いますね。みんなもうショッピング大好きですね。なんか女性も男性もみんなお買い物好きでバンバンお金使って、でもこれってすごく経済的にもいいし、なんかビジネスをする上でもすごくいいことだなとは思います。貯金してるのかなって感じ、あんまりしてる人見たことないですよね。比較的ガンガン何でも使っちゃう感じはします。そして次、豚肉はなぜダメなのかっていうことですね。これはかなりイメージで多いと思うんですけど、そう、豚肉がなぜダメかっていうと、豚自体がその近親相関をする、その豚の血縁がある豚たち同士で性行為をしたりすることが、そのムスリムにとってすごく汚いというか汚らわしいイメージがあるので、その血を体に吸収することは良くないとされているので、豚肉はダメとされています。あと次、お酒はなぜダメなのかっていうと、お酒を飲むことで自分の良くない行動をしてしまったり、失敗をしてしまったり、悪い行いをしてしまったりするから、お酒はダメですよっていう、そのクルアンっていう、まあキリスト教徒で言えば聖書みたいなものをクルアンって言うんですけど、まあ、それにそういうふうに記載されていると。ただそうですね、かなりその宗教に対する信仰心の強さっていうのはかなり様々で、その、まあ、服装に関してもそうですけど、きっちりそのニカブアバヤを着てる女性だったりとか、あとはただ髪だけを隠してる女性、その人もムスリムですし、あと何も着てない女性、まあ、エジプトとかにも多分いると思うんですけど、そういう着てない女性とかも、もうムスリムだったりとか、まあ、いろんな、なんていうんですかね、宗教心の強さっていうか捉え方というかいうのがあります。でもどれが強いからいいとか弱いから悪いとかそういうものではなくて、それぞれあっていいかなとは思います。で、例えば豚肉に関してもそうですけど、かなり柔軟な思考になって、海外のいろんな人と触れ合ったりだとかしてるムスリムの人とか、豚肉を食べてみたことがある人も実際にいますし、それで美味しいって言ってる人もいますし、もうお酒に関してはかなり飲んでる人が多いですね。で、お酒は絶対にダメとしてる人もいますけど、なのでそうですね、別にそんなに全員がストイックかって言ったらそうでもないという感じですね。で、食事に関してムスリムの人に料理を提供する機会があった時に、自分たちはその豚肉が入ってるかどうかを気をつけなきゃいけないんじゃないかっていうのはあると思うんですけど、もちろん聞いてもいいですよ。ですけど実際もうそういう人生で生きてきてる人たちなんで、もう自分から聞いてきますね。なんかそれ豚肉入ってるとかそういうのはあるので、そんなに私たち自身が気をつける必要はないかなと思います。ではこんな感じで結構宗教について軽く触れてきたんですけど、少し考え方が変わったかなって思ってくださるといいかなと思います。ちなみにサウジアラビアでは宗教学っていうんですかね、イスラム教に関する知識教育が義務化されておりまして、その義務教育内で小学校中学校とか高校とかで授業の中でイスラム教徒を学んでいます。なので国民の 99% 以上はイスラム教徒です。なぜ私がこの動画を作ったかというと、私が実際にもともと偏見があった中から、その人々とその
イスラム教徒の人々と触れて、かなり相手への理解、イスラム教徒の人たちへの理解が深まったなと思って、で今まではなんでそうするんだろうとか、なんでそこまでおせっかいなんだろうとか、なんでそんな人助けしてんだろうとか意味が分かんなかったんですね。でも実際にそのことがあった後にイスラム教徒について自分なりにすごく調べてみたんですよ。実際にモスクに行って、モスクでなんていうの、従事している人たちにお話を聞いたりだとか、実際にイスラム教徒の人たちにお話を聞いたりとかしていく中で、あ、だからそういうおせっかいするんだとか、だから自分に自信満々なんだとか、なんかだんだん理解ができてきて、その理由が分かってくる、だからこの人こうなんだっていうのが分かってきて、あ、なんですかね、人と触れ合うのが楽しいし、相手がよく分かるので、ぜひ自分は関係ないとか思わずに、まあ、勉強してみるのもいいかなと思います。特に海外に行かれる方とかは、ぜひこの動画を参考にしていただいて、イスラム教徒の人たちと楽しく時間を過ごしていただけるといいかなと思います。では今日はこの辺で、ありがとうございました。